おいっす。おいっす。しゃー、久々ですね、こういう風に。ましたね。プライベート感で撮るの、バリ久しぶりなんよ。っていうのが、俺がね、多分以前、YouTube 始めますって言った時に、あの不動産のちょっといろいろその問題があって、ちょっとここに入るのが遅れたわけよ。本来なら 2,3 ヶ月前にもここに入っとんやけど、ここに入ってからいろいろ始めようと思い寄ったのが、ちょっと不動産のちょっと兼ね合いで、ズル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 なって、やっと入れたわけ。ということで、再開します。イエーイ。今回さ、まあ、この建物に入って何を始めるかというと、まあ、みんな分かったと思うけど、これから、レンタカーの授業と、それとプラスで脱毛サロンと、これもレディースも、メンズも一緒ね、もう両方一括でやるのと、あと、Kさんのホミ系のブランドがあるわけよ。それをここにこれから置いていくわけ。おで、ここから始まりますよっていうのをちょっと撮っていきます。ということで、うちの建物、イエーイ、映るか、じゃーん、映った、でかいまあこれはどうしてもここから始めたかったわけ、いろんなもの。そしたら不動産ね、いろいろちょっとこの、まあ、こんな文句言ったらいかんけど、前の人がなかなかちょっとドル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 ちょっと出ていくのが遅くなって、で、やっと入りましたよ。でちょっとさ、もうね、工事に関してももう始まって、ちょっと内装結構もうやり替えてしまいよう途中なんよ今、本来は全部をこうちょこ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 やっていくのを見せたかったんやけど、まあもうしょうがない、そういうとこね。ちょっと上上がっていきましょう。行きましょう。おう、ちょっとごめんなさいね、結構まだあの今やりよう途中やけん、やり替えよう途中やけん、あのまだゴミとか、あと段ボールとかがあのちょっと散乱してますんで。お邪魔します。よいしょ。まあ、中はこんな感じ。広いですね。広い。で、まあ、ここをレンタカーの受付にするけん、こっちをもう完全に事務所、事務所とここにカウンターとかが来て、でこの辺にKさんのブランドが来て、で待合室みたいな感じで、でもうクロスはさ全部やり返ってしまったわけ。もうこの辺も全部本当は映したかったわけ。映したかったんやけど、もうこれしょうがない。あのアシスタントをちょっとご覧ください。すごい。まあ、ここで、まあ、いろんな事業をこれからやっていくんで、皆様にはちょっと僕のお客さんになっていただきますよという感じで、ちょっと今日本来ならさ、まあこういう何、紹介をいろいろしたいんやけど、まあ今選挙も始まるよけん、ちょっと俺が物申したいことがいっぱいあるわけよ。だけちょっとそれについて話しましょう。おう、まあ、さっきも触れたけど、衆議院選が始まったわけよ。で、P はさ、沖縄のその政治とかって興味ある？前よりかは興味は出てきたかなって。年を重ねることに。そうそうそう。もう37歳?7 じゃないし。あ、何歳だから、 38?9? 25歳。まあ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 、それ置いといて、あの結局若い時にさ、政治って興味がなかったわけよ。なかった。なんでそれは？誰になってもどうせ一緒でしょみたいな、っていう考えなんよ、やっぱみんなね、これは俺も若い時って、あの、あ、俺は違ったか、まあやっぱみんなそんなもんないの、その政治に興味がないっていうのが、なんでかって言ったら自分に利益がないからなんよ。自分の一票を入れることによって、この沖縄県がどのくらい変わるかなっていう、あの買い切る人っていうのがいなかったわけだ、誰かやっても結局はなんか横ばいの政治やったわけ。俺が喋ると、あの沖縄のことに口出すなっていう人がいっぱい出てくるわけよ。なんでかって言ったら、まあ、前にもその沖縄県のことに対してちょっと触れたことがあって、例えばエイサーにしてもそう、まあ、なんかにしてもそう、この沖縄県の例えばじゃあ慰霊の日だなんだかんだっていうのに関しても、俺が触れた時って必ずお前が沖縄のこと喋んなっていうふうになるわけよ。でも、ここちょっと履き違えてほしくないのが、俺は沖縄が好きで沖縄県に来たんよ。で、この沖縄県っていうのもめちゃくちゃ愛しとうけんこそ、まだ今帰りたいとも思ってないわけ。もうすぐ今こっち来て、どんくらいか3年ぐらいか、全く帰りたいとも思ってないわけ。要はそのくらい沖縄が好きなわけだ。で、その中でやっぱり、俺も政治っていうものをちょっと目指した時期があって、で、今だけやっぱりその政治には興味があるわけよね。
要は誰が県知事になるか、誰が沖縄のことを思って例えば沖縄の代表 の衆議院になるかっていうので全然変わるわけで、結局まあもちろんその今までの方々は今までの方々でもちろん実績を出してきとんやけど、でも、若い人たちにも結局、それが波及してないわけ、うんうん、そうで俺もここ3年ぐらいおってそれになんていうの隣り合わせというかその若い子たちを接してきてね、うん、全く興味がないなっていうふうに俺も感じてきたわけよ、うんうん、でまあまあごめんちょっと話が取れた。で、俺がなんでこの沖縄のことについて喋るかっていうとやっぱ好きなわけやん、うん、でこの履き違えてほしくないって言った部分にちょっと話を戻すと、俺は沖縄の歴史問題についてこれに関しては一切喋るつもりがないわけ。これはやっぱり沖縄で生まれた人間たち、うんね、沖縄で生まれた人たちがやっぱりいろんなことを経験してきたわけよ、うん、特にその年齢層の高い人たちね、うん、やっぱり阻害されてで本土から見捨てられたっていう風な話をずっとやっぱ受け取る以上はやっぱりいろんな思考がやっぱ入ってくるわけよ、うん、それを俺がどうにかできるかって言ったらできるわけがないわけ、うんうん、でもその他に関してはやっぱり物事を動かす人間、要は政治に携わる人間たちがやっぱり沖縄を変えていくわけ、こうやったらうまくいくだろうな、こういう風にしたらまだ経済が回るだろうなっていう考え方を俺やっぱ常に持っとるわけ、うん、ただ沖縄県民になっとう以上はこれはこういう風にしていくべきっていうのを持っとるわけだけ、俺はやっぱりもう表に 出た人間としてこういう風にやっていきたいっていうのはやっぱりいっぱいあるわけ。例えばじゃあ電車で、車の、流しは大渋滞がありますって、うん、この大渋滞ってどうやったら緩和されるかなっていう風にやっぱその物事の視点が違うわけよ、うん、ああ嫌だなこの渋滞だけで終わるんじゃなくて、ああこれってどういう風にやったらその回り道とかまあもしくは どこをどういう風に削ったらうまく車がこう走れるようになるかなっていうところまでやっぱり考えちまうわけ。これが政治なわけよ、うん、そうで結局そのいろんな人がさ今選挙活動でバン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 回るよね。どこの政党の分も俺全部見たわけよ。そうもうやっぱリサーチはしたいわけよ。もともとこの人いいなって思っとった人がおるわけよね、うん、でまあその名前その方の名前っていうのが下地幹雄さんっていうんやけど、この方を俺は一番なんか響いたわけ、その政策に対して、うん、っていうのが沖縄県ってさ音楽の国やね。ヒップホップであったり民謡であったりジャズであったりいろんなものがうわーってこう集まっとるわけ。そうこれってすごいなって思ったわけよ、うん、この音楽大国というかこの沖縄県がね、うん、でそこに、この下地幹雄さんって照射しとるわけよ。要は若い子たちも結局なんだじゃあライブしたいです、うん、でライブが結局その野外でライブするってなった時に10時でもうやめないかんとか、うん、そういった部分で結構こうギュッとこう絞られてしまう部分が多いよね、うん、でもこの下地さんはそういったものもいろいろ変えていこうよって、もちろん規制せないかんところは規制せないかんけども緩めるところは緩めてみんなが盛り上げられる沖縄県にしましょうよっていうふうな考えを持ったわけ、うん、この人のもともとのその今までやってきたことを結構見てきたんやけど調べたんや俺も。まあなかなかの実績なわけよ。例えば、そこのさ西海岸通りの、うんうん、浦添の、まあ、宜野湾まで続くあの橋がれが、うん、海の上に、うん、あれを建設してでこういう風にしましょうってやった人ってこの下地幹雄さんなわけ。そうなんでそれをまた浦添市と浦添市で作ってでそれを沖縄県に買い取らしたんだよ。へえ、ね、結構ねまあまあとねこれ見たら、まあ、すごい実績がいっぱい載っとんやけど、まあ、特に俺がねわーすげえなーと思ったのが負け島わかる？これちょっとわからんかな。わかんない。わからんね。これ鹿児島県の種子島のねどっちだ東かな西かな、いや東だな多分。あごめんなさい、これちょっとうる覚えけにちゃんとテロップ入れとくけど、東側に300何十キロ行ったところに今米軍の基地を持っていったわけで、今そこを建設途中なんよね、うん、で
これもやっぱりほらこっちは基地問題ってのがすごいあれ多いよね。でその騒音問題であったりなんだりなんだり、これをそのヘリだなんだっていうのもそこに持ってって、でそこに訓練基地を作りましょうって言っていろいろその切磋琢磨してそこに移設ができたわけ。それもこの方のやった実績なわけよ。結構まあまあこれちょっとあの分かりやすいようにテロップに貼っとこうね、ポンってね。でまあ俺がこう今まで見てきた中で、あこの下地さんっていう人は俺はすごいなって思った。で若い人たちにもちゃんと照射したわけ。選挙ってた基本あんまり若い人たちって興味がないけん、そこで力を入れようとせんのよ、みんな政治家って。これは、俺がいろんな人 その演説を見に行ったってやろ。その中でも誰一人若者に対しての、配慮というか、若者が生きやすいように遊びやすいようにっていうものを歌った人が一人もらうわけで、この下地さんはそれを歌いよったわけ、うん、他の人たちはなんで歌うんかって言ったらそこからの票が乏しいって分かったわけ。あ結局照射するポイントが違うわけよ。この動画だけで本当伝わりにくいんやけど、とにかく俺はこの下地さんってまあまあもともと大臣も務めた方なんよね。だけどまあまあ政治としてのその実績はめちゃくちゃあるわけ、うん、この人やったら変わるなと、うん、っていうのがわがままなんよ。まあこういう言い方したら悪いけど、うん、この下地さんってめちゃくちゃわがままっちゃう、うん、だけどわがままな人ってさ政策結構押し切りわけよ。そうわがままじゃない人って結局あダメですよダメですよ、ああそうですか上がりました。でもこの人はちゃんとしっかり通すわけ。だから変なことはせんよ、変なわがままは通さんないけど、でも政策に関してはしっかり通そう通そうっていうのがめちゃくちゃあるわけよ、うん。でそれこそさ、今総理大臣が石破さんに変わったよね、うん、この石破さんに対しても何ですかその言い方はみたいな、っていうのをバーンっていう言い切るような人なわけ。俺はこの下地さんに、まあ沖縄の方お願いしますよっていうのをただ言いたかった動画、うん、この人はこの人がやったら俺は沖縄県は変わると、今のままじゃ絶対に変わらん。だってね、まあいいかこういうそのなんか他を悪く言うような言い方っていうのは俺はあんまり したくはないんやけど、だってで、うん、だってそれで今まで何か変わってきたかったら抜本的に変わったものって何もないのよ、うん、フラットに変わっていったのかなっていうぐらいなわけ。目に見えてうわっと変わったっていうのはないわけ、うん、これをできるのは俺は下地さんしかおらんと。そのぐらいこの人は俺は素晴らしい方だなって本当に思う、うんうんうん、っていうのをちょっと伝えたくて、もう言うたらもう今日この動画を撮ってもう明日にももう上げないかんわけよ。もう選挙やけん、選挙が11月ごめんなさい、10月の27日締め切りやけん、もうこれに間に合うのにもう明日が何日だ25か、うん、25でもう26の27がもう締め切りやけん、それまでにちょっとバタバタっと、ま、間に合わせたかったけん、何かちょっとこれを撮ったけど、本当は喋りたいことまだまだいっぱいあるんよ、いっぱいあるんやけど、なんせ昨日までは福岡に帰ったって、昨日までじゃない、今日までだ、さっき帰ってきたけどな、ね、帰ってきた、うん、帰ってきたけん、ちょっと全部が全部こうまとめれてない部分もあるんやけど、うん、本当に俺はこの人やったら沖縄は絶対に変わると思う。だけん若い人たちまでこの政治というものに関してはやっぱり興味を持ってほしいねと思う。どうぞこの下地幹郎さんよろしくお願いします。はい、てな感じで、まあ終わっていくんですけど、まあ、この場所から今から、いろんなちょっと動画を撮っていきますんで、またぼちぼち見てくれたら助かります。以上です。おいっす。おいっす。